3の注文をはじめ普通のちょっと乗れる FXR がいいなって言ってたら、なんかエスカレートしちゃって、あれもしよう、これもしよう、じゃあもう全部します限定で、あともう存在はあったけど売れ残ってて、で最後の1個になったからどうしますみたいになったら買うってなって、でその後売り切れてしまって注文する前に、でこれネオファクトリーさんのやつなんですけど、あの S&S に1個だけあるってなって、それを送ってもらって、だけど日本5機だったんですけど、これ6機目です、エンジン限定5機だったけど6機目のエンジンです。これは V124S&S の60周年記念世界限定60機エンジンです。いやもうな、あ、一応バイクの全体的なコンセプトはトラみたいな感じを作りたいなと、トラっぽいイメージ、あんな風にちょっと力強く走って、でどんなバイクが来てもバーンと抜けるようなイメージで、どんなシチュエーションでも。もうやっぱりちょっと目立たないようにというか、目立たないように、もう部品が派手なんで、結構やっぱり全体的にトーン落とした方が品をなくさないように。これは誠さんにある程度もう投げましたね、あの艶消しでちょっとなんかそういうイメージでみたいな、でちょっと地味すぎるんで、後でもしかしたらピンスト足そうかなと思っとったんですよね、エンジンが浮かないように。結構エンジン色が癖があるんで、浮くんで普通にしとったら。ミッションベーカーですね、ベーカー6速、もう6速。あとベーカーは使ったことあるんですけど、やっぱりあの選べるんですよね、ギアレシオまで、あの注文するときに。なんであのすごくクロスになるんで、走りはものすごく良くなります。もうギア比ですね、高いな、ノーマルよりも1から6までの間を近づけていったですね、クロスにして。まあどっちかな、どっちもどっちじゃないんですか、やっぱり下から上まで、でパワーバンド外さないように、ギアが近いんでずっと走れるように。あれじゃないですか、めんどくさい。もうこれ毎回 FXR はエンジンスワップしたら、ミッションスワップしたら、電子機がちょっと絶妙なんで、古いんで元々設計が、どっか使ったらそのあれが合わんけん、合わせが結局プライマリーがついつも合わせなんで、簡単なのはオープンにしたら簡単なんですけど、純正プライマリーするのはめっちゃめんどくさいです、これ。いやーまあメタルワークはね、そんなになんか最近やっぱあれですよね、なんかこう作るのが偉いっていうか、例えばバッサリのマフラーだったりとか、その部品のメーカーをちゃんと素材として使って、それをかっこよく存在させるっていうのがいいと思います。メタルワークはそのなんか、ね、バランス取るための手段だって、だからあんまり大きい加工も最近せんし、味付けみたいな感じじゃないですか、僕の中では。